guys, it's Yamazet. 皆さんこんにちは、Yamazet です。イギリスといえばミスタービーンが有名ということでね、今回はミスタービーンの格好をして聖地巡礼をしたいと思います。よくね、中学校の時ミスタービーンに似てるって言われたんですよ。ということで行ってみましょう。近い。もうすげえ止まった。あ、あれじゃね。すげえ。ここがなんだっけ。なぜか何か起こるっていう題名のレインオーバーで乗車拒否されるバスのロケ地となっております。こんな感じです。めちゃくちゃテンション上がってるんだけど、気づくかな。気づかないでしょ。あのシーンの写真も送らないとダメだ。普通のミスだ。どう？これ上手い。いいじゃん。絶対気づくと思う。ポストに入ってるシーンとかあったじゃん。ポストとあと倒れたんでしょ。わかんないよ。先がもういて、ね、やばいよ建物。これだよね。でしかもこんな柱もあるし、多分完全にこれだと思うんだけど。あるよね。木も多分さ、これっぽい。ああ、木どれぐらいだもんね。やばい。ほら、完全にそうじゃん。木があって。やば。すげえ。これ第11話のバックトゥースクールミスターという怪物のネタ学校にやってきました。近い？3分3分ね。電車のさ、うん、下を通る。あー、なるほどね。ここだ、ここ。これ。すごい。これやばいね。ここだね。ここだね。はい、着きました。ここは、このトンネルが、トイレは一人でっていう、路上でサックスを吹いていた人とダンスをするシーンをここで撮っていました。あ、電車が出た。当時のまでいい感じでした。じゃあ次行こう。晴れてきた。今
今ミスタービーンの家に向かっております。ぽいね。ぽいか。ぽいね。で前に木があってこれじゃないかな。これがミスタービーンの家です。普通の家なんだけど。入れるわ。何これ。何これ。はい。ということで、ミスター・ビーンがカメラを撮れちゃうシーンを撮って次行きたいと思います。寒い。お。ハロッツともう一回書いてある。ごめん。ハロッツ。こっちが光る場所、うん、るもっとあっち側だね。信号渡ろうか。渡るよ。 OK。 はい、ということで最後のスポットハロッツっていうデパートにやってきました。ここはミスター・ビーンがクリスマスに電飾を消してしまうというシーンが撮られた場所です。これで今日の聖地巡礼は終わりです。サビエ、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。